今が6月22日の、19時13分ですね。夜の7時13分になってます。今日の、昼過ぎぐらいに、出血と、お腹の痛みというのが、あって、で、病院に行ったところ、もうすぐ入院してくれということだったんで、16時半ぐらいに、入院が決まったということで、もう今入院してます。まだ軽い陣痛なんで、まだ電話しても全然元気そうで、まだ全然普通だよって感じで、言ってました。ただいつまた状況が変わるか分かんないんで、またちょっと連絡を待ちたいなと思います。今練習終わって帰ってきたんですけど、10時ぐらいに練習中ですね、10時ぐらいに、妻から LINE 入ってて、破水したっていうことで、連絡来ました。で、練習終わって電話したんですけど、もう痛い痛いっていう感じで、本当に辛そうな感じでした。本当にもう何もすることができないっていうか、もう祈るしかできないんで、本当に頑張ってほしいなと思います。はい。はい、今、1時27分ぐらいですね、5分前ぐらい、電話来て無事生まれたみたいです。超嬉しい。元気なあの女の子でした。いや、マジで一安心ですね。ほんとよかった。テレビ電話でチラッと赤ちゃん見たんですけど、めっちゃちっちゃくて可愛かったっす。やばっ、ほんと感動してます。ほんと頑張ってくれた妻に感謝ですね。なんで家いるんだよって思ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、もうコロナで立ち会いもできないし、病院にも入れないんで、実際に会うのは、退院してからなんで1週間後になるんで、ちょっとそれまでは写真とかテレビ電話で我慢なんですけど、とりあえず無事生まれてきてよかったです。はい、今妻の実家の方に来てるんですけど、娘が生まれて、1週間が経って、今日退院ということで、今から産婦人科の方に行って、妻と娘を迎えに行きたいと思います。ありがとうございます。